いきますよ。せーの。おいか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 い。おはよう。おはようございます。おはよう。今日は、イカダ。これイカダに今渡ってます。結構静かなイカダで、こう湾の奥にあるような、まあイカダってそういう場所にしかないんやけども。今日は春。今何月や？4月か。4月の中頃手前ぐらいかな。春のアオリイカのこの浮き釣りをしにイカダやってきました。アオリイカ浮き釣りセットクリア天秤っていうやつです。浮きとこれね、浮きがついてて、まあ、浮き止め下り玉で浮き止めゴムとか重りでハリスでイカを引っ掛けるための天秤まで全てセットになってるこの完成仕掛けがあるんで、これをセットしてやっていきたいと思います。このワイヤーがついて、細いワイヤー、このワイヤーが輪っかになっているから、ここに通す。で通したら、こう上から1個ずつずらす。ナイロンの側に、そうそうそう。これ通し切りますか？俺は父親にしとくかな。ここの裏に、台紙の裏に重りがついてるから、これね、こんな感じで重りがこの裏にこんな感じで貼っつけてあるんで、これ取ってもらって出します。2つぐらい。春のアオリイカって、あの底付近をやることがほとんど、このハリスと道糸のこの先結んだ結束部にとりあえず2つぐらいかましてみようかな。棚の調整をしましょうか。はい、はい、じゃあ棚を決めるんで、このちょっと重たい重り、これ何個や、8号ぐらいかな、はい、をちょっとここはかけるところがないから、ちょっとここに簡易でかけてみようかな。でこの状態で探りたいところに適当に投げてみると、まあちょっと近場で重りが重たいんでずっと沈んでいく。で浮きが今沈んだけど、これまだ結構沈んでるから棚をもうちょっと深くしてもいいってこと。うん、これ見ててくれないんですか先生。いったー。無理やん。ちょ待って、いやな。やってます？うん、いけてます？オッケー。よっしゃ、やるぞ。引っ掛けんなよ。絶対引っ掛ける。絶対引っ掛ける、そこは。どこ投げとんねん。ちょっと待って。もう一回します。それはむずいと思うで。こっちやったら振りかぶれるやん。はい、これがあるから邪魔や、はい。振りかぶれるとこに、ちゃんと。こんな感じ。はい、で、よいしょって投げる。ピッて投げるんじゃなくて、よいしょって投げる。イカ食べたら多分ギュッ沈んだまま浮いてこえへんと思う、うんうん、何も合わせらんでいいで、あの当たりがあったからって。はい、どうせ食わす間がいるから。この仕掛けにはクリア天秤っていうのがついてます。で、これはもうここにアジをかけて、アジが泳ぎ回る。でイカが抱くで、台行ったらこのままイカがずーって持っていくよね。持っていったらそのまま浮きに反応が出て沈む。そしたらイカが抱いてるっていうのが分かるんで、そしたらそこで合わせを入れる。素早くバシッとバシッと合わせ入れることによって、こういう風に針が僕の手に当たってるの分かります？こういう感じ、イカの方向に針がバシッとなります。でイカがアジをパッてその衝撃で離すことによって、こういうふうにかかるっていうのがこのクリア天秤、この天秤式の、仕掛けの針のかかり方。多分何でもないときにいきなりシュッポーと入ってたりするんですよ絶対。そうそうそう、あんな感じだったでしょ。あんま釣れへんかったけど、なんかいきなりなんかズボワーと入ったりするんですか。私のやつね、 TikTok ライブしてインスタの方ね、そっちのやつしますよ。お、行ったかも。
それじゃなくてカメラ来てる来てる来てる行きますよ。山井さん早く行きますよ。あ、話したかも。多分やられてるさ、絶対。ほら、ほら、もうミイラに。お、すげえ。ほら、いいとこ食べられてる。これ当たってる。うん、当たってる。いきますよ、せーの。あれほら、バレた。バレた。おるわ。っていうかね、でね、こっちの動きもないんですよこれは違うな。うん、この辺やったはず。どこにですか？なんか引っかかりました。わかんないです。リカちゃん。ん？引っかかってる。巻いて、巻いて。リカちゃん。え、なんか引っ張ってない。リカやろ。え、じゃあ釣れてるかもしれん。これ。巻いて巻いて。はい、あ、そんなめっちゃ巻いたなんて。おいか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 と思ったゆっくりゆっくりやれ、ゆっくり。あ、なんかおる。それイカか。あ、イカや、イカや、ゆっくりやって、ゆっくりゆっくりゆっくり。あ、あんま上げたか、あんま上げたか。ゆっくりやれ、ゆっくりゆっくりゆっくり。ゆっくそーって上に投げて、ほら、かかれるところ浅い。で、イカはこうやってもうちょっと上げて、ケツからすくわなあかん。すごい。よっしゃ、入った。イカだ。すげー。気づかなかった。でか。でっか。すげー。なんかおかしい思うて。なんで棚浅いな言うてんのにさ、ここで根掛かりするのって。見てこれ。わお。これは嬉しいな。仕掛け。うわぁ、ポロやったやったやった。一回、あれやもんね、うちがこっち投げてみようって言った一投目やったんだよ。はい、一投目です。こっちにおったんやな。スマホがない。これだけ、こんなんしかかかってない。ちょっと前髪チェックしたいな。可愛いですか、前髪。見られてる。知らんわ。可愛いか可愛くないかな、もう分からへん。すぐ見られるから。寝掛かりじゃなくてよかった、うん、おかしいと思うで。そんな手前で寝掛かりするかなるから3球目なんか引っかかりました。わかんないです。イカをスカリに入れて新鮮に保ってました。こんな感じでね。はい、でかい。めちゃくちゃでかい。でかい。うわ。はい。よかった、進めなくて。イカの目があって、それの間のここ、この辺に刺すっていうかね、
ハサミちょっと開いて、はい、そうちょっと開いた状態でハサミ刺す。いいですか？うん、で奥までぐじゅってそのまま切る。閉まってる？それ閉まってないです。もうちょっと上や。白いっちゃ白いよ。ここまで多分。ほら。あ、やりたかった。ついでまだこっちが色ついてて、こっちがまだ閉まってない。これはこの付け根、この胴体とどうか足の部分とこの本体がこうつながっているこの付け根のところを蒸している。これ胴体な気する。刺して、ほら。片方の手ですか？あ、ほら、白だった。もうこれでいけてんじゃん。炭袋切ったっぽいです。ほら、ほら、今半分しか。え、な、なんか絶妙にちゃうねんな。え、やりたいです。やりたいです。どこ切りましたか？ちょっとこの。もうちょい、もうちょいこっちが、こう、もうちょいぞ、胴体側。そう。お念願叶いました。はい。で、これで真っ白になって、しまったので、これ、ジップロックに入れて、食べましょう。持って帰りたいと思います。